暗闇の猫たちです。暗闇の猫たちです。キリーキリー、猫ビーム走ってます。猫ビーム、レイカー、レイカー、あ、猫ビーム、クエちゃん、また綺麗やな。ちょうど ひろみちゃん、カレンの猫ビーム、カレン、カレン、カレン猫ビーム、カレン猫ビーム、アイちゃんは開いてた。アイちゃんはゆっくりくつろいでます。やっぱりこの充電式のライトはもうほんまに役にめっちゃ立ってます。これほんまにおすすめですわ。あとね、夏ね、今すっごいね、もう今電気あれなんですわ、使えないんで冷房系が全く使えないんですよ。だからもし余裕があるんやったら、そのバッテリー式のその扇風機というかちっちゃいやつでいいとは思うんですけど、まあモバイルバッテリー対応とかでもいいとは思うんですけど、あ、やっぱり持っといた方がいいかもね。蒸し暑くて寝れんのですよこれ。しかも今ちょっと今日雨なんで、しかも深夜なんですけどね、なかなか難しいですわ。まあまあこんな感じです。停電に遭いまして、であれなんですよ、ずっと電気、何時間ぐらいかな、あれ3時間ぐらい、電気が使えなかったんですよ。でそれをまあ動画にして、で結局あれだったんですよ、ライトはねいろいろとあるんですけど、こんな、あ、見えへんかいっぱいあるんですけど、もちろん工事とかもしてるんで、普通のライトとかも持ってるんで、ライトは全然大丈夫なんですけど、あれなんですよ、夏で、しかもずっと雨最近続いてたじゃないですか。それであれなんですよ、めっちゃ蒸し暑くて、でよう考えたら扇風機も使われへん、もちろんエアコンも使われへん、まあ電気ほとんど、よく考えたら人間を冷やすものってほとんどあれなんですよ、電気なんですよ。ほんで全然何もあれへんかって、
まあなんかあのちょっとうちわっぽいのでバーってめっちゃ暑くて、で猫らも大丈夫かなとは思って、まあまあ結局大丈夫だったんですけど、でもね意外と猫ってねあれなんですよ、暑さに弱いんですよ。なんかあのイメージ的に耐えれるって思ってるじゃないですか、もともとエジプトの動物なんで。でもやっぱしね、多分家猫になってから結構弱さが出てるんですよね、うん、であとあの大受けもあるんでね、結構夏は危ないんですよ猫にとって。まあ3時間ぐらいやったから大丈夫だったんですけど、コメントいただいて、充電器の扇風機ない、持ってないんですかみたいな形で、ダサいっすねって言われてお菓子ちゃいますかって言われて、で僕もそうやなと思って扇風機のとかなと思って、でいろいろ買ったんですよ。それがこちら、これです。ですね、以上扇風機3種類買いました。でも3つ味買いまして、でこれはまあもう基本的に車のやつです、ね、ついでに買ったみたいな感じ、買おうやからってことも買うんで、あ、キーナイスだ、最近キーナイスあれアマゾンで結構見るな。でこれがもう標準のあのクリップのやつですよ。でバッテリーが5000ミリアンペアアワー大容量で、これがなんかね面白いんですよ、首につけるやつでちょっと面白かって買ったんですけど、作業中でもいけんちゃうか思って、でもこれ多分重たくなるんかな、まあまあこれちょっと後で、とりあえずほんなら車用のやつ上げていきましょうか。開いてる大きい方が、円が大きい方がこちらですね、扇風機側で、こうやってこうでか、でこうや、こんな感じでですね、どうしたの、あ、これか、これや、これをこうしたら今これなんですって、え、これででも閉まるの、ほんまにだらんだらになれへんかな、こんなんいける、ダランダランになりそうやんね、これで、まあ、とりあえずこれでボタンをこんなあれ、あ、これか、これです、こんな感じです、
これ一点弱いんちゃうかな。こんな感じです。まあちょっと弱い感じですね。あ、これいいな。これぐらいやったら全然いいっすよね。これぐらいやったら。これ以上いけんやん。何だよこれ。1、2、3、4、4段階か。4段階っぽいですね。で、結構風きますよ。ほら。これはええわ。その代わりこれ、車用言うてもあれなんですよ。USB なんで、あれが変換器がいりますわ。シガーソケットやったら。シガーソケットだけやったらね。最近の車はなんか、USB あるらしいんですけど。これ、ほんで、これはあそこですよね。大体わかると思うんですけど、ヘッドの鉄の部分ですね。こうやってビッて入れて、でこれでビッてやるらしいです。こんな感じ。これでも使えそう。で、こうですよね。このバッテリーって売ってんのかな。中国では売ってんのかなこれ。え、しかもこれどっちやねん。一応なんかマイナスプラスとは書いてますね。ここプラスマイナス、こっち側がプラスですね。でこっち側がマイナスね。こっちの直後が2つある方がマイナスか。両方ね。で、こっち側が、直後がここにあるやつが1つしかないの。プラス。こっち側が。だから、こうですね。こんな感じです。で、これで充電できると。これがいいんですよね。だから停電した時めっちゃ暑かったもん。びっくりしますよ、ほんまに。しまったな思いますもん。これここにありますよ。多分でも充電しながらのね操作ってあんまり良くないらしいですよ。バッテリーが多分ね、消耗が激しく、あ、これはすごいな。これはボリュームで抵抗でやってるのかな。自分でそのカンカンカンっていう段階ではなしに、自分で決めれますわ。風量が。動けんやんか、これ。どういうこと？どういうこと？来た来た。
すごいね、この小ささでこれもできるという。あ、でもそんなこっち側だけみたいです。こっち側だけちょっとおかしい。範囲的には90、100度ぐらいちゃいますかね、多分こんな感じですね。まあまあ風量はええ感じやね。もう気持ちいい。これ何やこれは。まあまああるんですよ、十分です。これええわ、気持ちいい。まあまあこんな感じですね。これどっちやった、ここです。ここに入れて、みんなあれやね、マイクを USB やね。が充電開始録音。こいつが、充電時間が、3時間から5時間。で、使用時間がだいたい6時間から48時間だから、強で6時間ですね、弱で48時間持ちますよみたいな感じですね。これ何なんだ、これどう、これもう使えるのかな、扱えろ、すごい。これ面白い。でもあんま来て、あ、こっちやな、武器がやっぱり。あ、でもこれええな、これ作業中にええんちゃうかな、マジで。めちゃった感があるような気がせんけど、こうやって、おい、かけれへんけ、これこうか。あー、これ気持ちいいわ、めっちゃ直やん。ちょっと風量はさっきのやつよりかちょっと低いですけど、近いから、近いからすごいいいです、これええな、これめっちゃええやん、これ絶対作業中めっちゃええで、外の作業中これめっちゃええで、これ。うん、これめっちゃええわ、すごい。で、段階的にはここに、まあ、点滅と、これ、マイクロ USB。もうこれですね。よし。押していったら、なると。
3万かですよね。何本ぐらい持つんやろね。あ、でも女性の方はちょっと気ぃつけないといけないね、毛とか絡まりそうや。充電時間が4時間で使用時間が2時間から8時間、多分2時間が今日にしてる場合やと思いますわ。だから2時間もいけんねやったら結構ええんちゃうかな。だから結構最近もだいぶファンも性能良くなってるからいいと思いますよ。とりあえず充電式はね、あの夏やったら1個用意してもらった方がいいかもね、いろんな意味で。この前ちょっと停電で蒸し暑かったんで。以上、猫と時の時でした。グッド及びチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。Thank you for watching. Cats and the Toki parts videos such as cats, useful items, DIY and bike. Good and good channel registration. Thanking you are in advance. Please come back again.